ソユーズ FG の中心部が RD-108、外側の4機は RD-107RD-108 は1957年から R-7 に使用され、後に R-7 を元に開発された宇宙ロケットソユーズロケットファミリーの2段に使用されているロケットエンジン。同じく1段には RD-107 エンジンが使われている。 RD-107 と RD-108 エンジンの主な違いはバーニアスラスタの数が2機と4機と異なる点である。RD-108 はバレンティングルシコの北磁気学研究実験設計局で1954年から1957年にかけて RD-107 と並行して設計された。液体酸素とケロシンを推進剤とする。 このエンジンは4機の燃焼室と、そこに推進剤を供給する1機のターボポンプで構成される。現在でも RD-107 と RD-108 エンジンは NPON5 マッシュの監督の下で、ロシアのサマーラの工場で製造されている。RD-108 エンジンについて、以下の改良が行われた。十四 d 十一十四 d 十二エンジンの 開発は1986年に開始された。これらには新しいインジェクターヘッド設計が組み込まれ、飛水力を向上させた。このエンジンは2001年5月のプログレス M1 から6補給線の打ち上げに使われたソユーズ FG ロケットに装備された。2002年10月からは友人のソユーズ宇宙船の打ち上げに使われるようになった。ありがとうございます。